皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、アシスタントのコウメです。今回も機動戦士ガンダムクライマックス UC で最強のパイロットを育成していくよ。前回は2度目の世代交代をしましたよね。今回は連邦軍メインの人生を送ったけど結構うまく育成できてるよね。果たしてどこまで成長できるのか。それじゃ早速やっていこう。まずはいつも通り能力上げから。今回もいい感じにポイントをもらいましたね。ここにボーナスも入るし射撃はもうカンストまで行きそうだね。よし、二つ目のカンストと、さてと次は何を上げていこうかな。ここからは相手の攻撃も痛いですし防御ですね。隙のない感じになってきたね。それじゃポイント全部入れちゃいますか。31くらいまで行ったね。だいぶ行きましたね。さすがに全部入れたからね。よし、能力も上げたしミッションをやっていこう。いつも通りブリーフィングですね。今回はどんな作戦かな。クロスボンバンガードのフロンティアサイド本格制圧作戦が始まりました。我々駐留軍はレジスタンスと協力してこれを阻止しなくてはなりません。阻止って言ったって数が違いすぎるだろう。確かに地球の連邦上層部はこの件に関してあまり本気ではなく、我々の勝ち目は薄いと言わざるを得ません。しかし連邦でも高性能小型モビルスーツの開発は本格的に始まっています。現にここにも F91 ヘビーガンが少数ながら配備されています。無抵抗でフロンティアを明け渡すわけにはいきません。まあそれは分かってるさ。俺たちもクロスボーンバンガードにあっさりと負けるつもりもない。そうだな、やれるだけやるか。ではお願いします。クロスボーンバンガードで戦ってた時には感じなかったけど、この戦い連邦軍不利だったんだね。ブリーフィングでも言ってましたけど、上層部は本心で言ってなかったって言ってましたし、本当に攻めてくるとは思ってなかったのかもですね。平和すぎた代償かもね。まあただ戦力は少ないとはいえ、前回同様僕らにも新型のモビルスーツが配備されてるみたいだし、それで戦っていこう。前回は F90 を使いましたけど、今回は何に乗るんですか？今回は F91 が使えるみたいだし、そっちを使おうかな。ふむ、さすがにここまで来ると性能が高いな。マルチロックオンも持ってるみたいだし、一応見切りも持っていこうか。よし、準備完了。それじゃやっていこう。いざ出撃。クロスボーンバンガードの時はラクレシアでぐるぐるしてただけだったけど、今回はしっかり戦っていこう。そんなわけで早速見切り発動。F91 の性能の見切りバグはすごいことになりそうだぜ。もう一回使っていくんですね。一回使っちゃったしね。それにここまで来たら少しでもいい戦績を残してポイントを稼いで能力を上げたいじゃん。まあ確かにそうですが、それにしても F91 がトリスガーで大きながら移動ができるんですね。これなら被弾が少なくできそうだね。しかもノエディールの時は機体が大きいから結構中断させられたけど、 F91 は小さいしそんなこともないはず。とはいえ連射力自体はそこまでないから一気に削るってこと自体はできなさそうだけど、それでも命中率はいい感じですよ。確かに弾速が遅いのがいい感じに作用してるのか、意外と当たってるね。クロスボーンバンガードの奴ら圧倒的な数で攻めてきたみたいだが、こっちには無限の射撃にはかなわなかったみたいだな。こんな反則まだいの攻撃してくるモビルスーツなんて予想できませんよ。とまた増援ですよ。無駄無駄、いくら増援を送ったところでデスバーで近くで落ちるようなモビルスーツじゃ意味ないよ。はい、殲滅完了と。このままじゃ僕一人でクロスボーンバンガードを殲滅しちゃいそうだな。というかこれ実は連邦軍の上層部は僕がいるから本体を送らなかったのかもな。気当たりにそうならちょっと前まで神聖だった。上層部は信頼しすぎですよ。まあ僕は宇宙世紀に名を残すほどのパイロットの子孫だし、信頼もされてるに違いないよ。まあ確かに言われてみると信頼する要素多いですね。任せてください。上層部の期待に応えてクロスボーンバンガードなんてボコボコにしてやりますよ。ほっと見切りバグ対策のおとりを使って接近してきたか。しかし F91 は小型モビルスーツだし、ノエディールみたいにはいかないぞ。お、今の差が気になった。今まで適当に言ってるのかと思いましたけど、小さいっていうのは本当に有利みたいですね。信用してなかったのかよ。でも僕が思ってた以上に被弾率が低いから全然中断されないのは驚いたね。これが最新式のガンダムの実力か。でまた増援かよ。クロスボーンバンガードはマジで数が多いな。こんなに数が多いと僕は大丈夫かもしれないけど、他の場所の戦いは結構厳しそうだね。まあ他の仲間とかは見切りバグを習得してませんし、数の暴力をもろに食らってるでしょうね。見切りバグを習得していれば苦戦することもなかっただろうに。NPC が突然強い攻撃を連射し始めたらびっくりしちゃいますって。それはそれでカオスな戦いになりそうで面白そうなんだけどな。フェーダーに送ってたのはこれで全滅かな。で、ここでボスの登場か。
ロックオンしてたみたいで、ムービー中も攻撃されてたみたいだね。というかこれもう僕のロックオンから逃げられないだろ。あ、しかもここで無慈悲のムービー。2球目のボスが来ましたけど、その間に最初に来たサビーネさんは無知の位置ですね。エレン様、ここはお任せします。少し気になることがありましてな。何？いや、バビーネさん、あなたが逃げてる間に助けに来た仲間は撃たれまくってるんですが。撃たれてる瞬間ババッキリ撃ってましたね。あのタイミングで逃げるのはさすがに何かしらに罪に問われそうだよね。で、こいつまさか僕の攻撃を避けるだと。さすがにこれまでの鉄とは違うってことか。でも避けるだけならいつか限界が来る。僕はその限界まで弾幕を張り続ければいいだけだ。よし、捕まえた。これで終わりだー。危険です、これ以上は。わかった、交代する。敵部隊は撤退を始めたようです。クロスボーンヴァンガードも所詮は数だけの集団だったか。マイスターさんはだいぶずるい戦い方でしたけどね。勝てばいいんだよ。それじゃ次のミッションに行こう。さてと、今回はどれくらいポイントをもらったかな。今回も70ですね。特別なことをしない限り70が1ミッションでもらえる上限なのかな。まあでもこれだけあれば防御もカンストいけるかもね。それじゃ全部っぱいくぞ。うん、全然足りなかったわ。まあ最後のミッションの後に期待ですね。フロンティア制圧作戦をほぼ達成し、ようようと凱旋したクロスボーンヴァンガード主力部隊であったが、その戦いの裏で起きていた重大な出来事に関しては兵士の知るところではなかった。軍の総帥である鉄仮面が戦死し、また女王候補ベラ・ロナもコスモ・バビロニアを離反。ロナ家を離れたベラは、鉄仮面が裏で行っていた人類抹殺計画や貴族主義の矛盾について人々へ訴えかけていったのである。時を経ずして国内はロナ家を中心とした貴族主義者たちと、その打倒を第一とするレジスタンスの2派へ分裂。内部分裂を起こしたコスモ・バビロニアはそれに耐えうる体力を持たず、ついに崩壊していったのである。この事件は後にバビロニア建国戦争と呼ばれることとなったが、地球の人々の営みの中で次第に忘れられていったのだった。はじめまして、マザーヴァンガードの艦長ベラ・ロナです。あなたの噂はキンケドゥやザビーネから聞いていました。こちらに協力してくれるとのこと、非常に嬉しく思います。人類のため手を取り合って戦いましょう。集まったな。ではみんな聞いてくれ。いよいよ木星帝国との戦いも大詰めになってきました。クラックスドガチは地球に先にたどり着き、現在地球に対して友好的なふりをしています。いずれ本性を現し地球を攻撃し始めるのは間違いありませんが、その前に我々に対して先に攻撃を仕掛けてくるでしょう。ではマザーヴァンガードが地球に着く前に待ち伏せをしてくるってことですかね。おそらくな。しかも地球で戦力を補強している可能性もある。この船のエースであるあなたたちで何としてもその攻撃を退ける必要があります。辛い戦いになりますがお願いします。ここは連邦側だったからって変わらないんですね。このミッション自体、これまでのミッションの評価が平均 A 以上じゃないと来れないところだしね。さてと、今回は何に乗ろうかな。前回は確かクロスボーンガンダムの X3 に乗った気がするし、違うのに乗りたいんだけど。クロスボーンガンダムはそれぞれ武装が違いますし、何に乗るか悩みますね。一応全体的にしっかりビーム武装やマルチロックオンの武装もあるし、どの機体も強いのも悩む要因だよね。まあ今回は X2 に乗ろうかな。もし次やることがあったら X1 に乗ろう。次やるときはジムで戦いまくってオールカンストですね。マジできつそう。それじゃ出撃。
僕の記憶が正しければこの戦いでは確か F91 が大量に出てきた気がするな。さすがに見切りバグは使ってこないだろうけど F91 の射撃能力は普通に脅威だし、できるだけ手早く撃破していこう。って嘘だろ、マルチロックオンのショットランサーだと1発で倒しきれないのかよ。やばい、普通に敵が強くて勝てないかも。こうなったら一気に撃破していく作戦は中止だ。冷静に3段階目のチャージ攻撃で少しずつ倒していこう。で、X2 の通常射撃はショットランサーについてるバルカンかよ。これ射撃攻撃が結構弱いし、しっかりチャージしないときついな。初もしかしてこの機体格闘機なんじゃ。いや絶対そうだ。ショットランサーを持ってるし、ここまで射撃武装が弱いってなると格闘機以外考えられない。適当すぎる考察やめてください。しかもマイスターさん格闘能力そこまで上げてないですよね。そうなんだよね。しかもなんとなく格闘で戦おうとしたら普通に返り討ちにあったし、やべえ普通に機体選択ミスったかも。クソ、背後から格闘を入れてくるなんて卑怯だぞ。こうなったら多少のダメージは我慢して僕も格闘戦を仕掛けていくしかねえ。そう何度も格闘を食らうわけないだろうが、こら逃げるな。今の攻撃を避けれたのは熱いですね。あいつは何回も背後を取っていたからね。さて次はお前だ。へへへ、そんなに離れててライター、ちょっと離れた奴からの砲撃避けれないって。F91 の部隊がこんなにも強いとは予想外でしたね。格闘機と絶望的に相性が悪いよ。でもこの距離感ならなんとかできるぞ。よし触った。まず一機。少し遠いけど次はあいつだ。おっとなんか攻撃し、あっ後ろの機体も撃ってくるのは聞いてないです。まずい、囲まれるとマジで一生撃たれ続けるだけだ。一旦離脱して孤立してる奴を先に落とそう。少しずつ数を減らしていかないと一生撃たれるだけですもんね。やばい、逃げ切れるか。危ねえ、格闘はどうにか避けれたけど敵が合流しちゃったか。おっとなぜか走らないけど、ここで足を止めるとは僕も舐められたものだぜ。さてさてさっきはよくもやってくれたな。痛え、結構離れてるから大丈夫だと思ったのに砲撃してくるのかよ。F91 の射撃性能高すぎ問題ですね。実際これを量産してるってやばいよね。甘い、僕にはチャージ格闘もあるんだよ。チャージ格闘敵に対して突っ込んでいくし、これ結構いいかもな。あっ届かないとかあるんですね。いや失敗した時のお仕置きが痛すぎる。今のは敵の目の前で止まるマイスターさんが悪いですよ。ちょうど目の前で止まるとは思ってなかったんだよ。しかし想像以上に敵の F91 の数が多いですね。だいぶ落としてるのにまだまだ出てくるよ。まあでも僕もここまで来る間にだいぶ X2 の戦い方が分かってきたし、ここからは楽に戦えるはず。さっきと動きが違いますね。高機動チャージ格闘を食らえ。やる気目には判定ないのね。ちょっと HP やばくないですか。ここに来るまでに食らいすぎたよ。でもさすがに敵の数も少なくなってきてるだろうし、この HP でもいけるはず。そんな攻撃当たるか。当たったわ。追撃で2発は多すぎるって。もうお前は落ちろ。一気落とすのにすごい苦戦しましたね。相性の問題か僕の腕の問題か、噛み合うとなかなか近づけないんだよね。どっちもではありそうですが、そこは腕はあるって言ってよ。さてレーダーにいる敵はこれで最後か。なんとか耐え切ったな。よくやってくれた。 F91 がやられていくのはちょっと複雑だったかな。いや、さすがの腕前です。さすがは元エース、キンケドゥさんのライバルですよ。まだまだ、木星帝国の野望を砕くまで、ドゥガチを倒すまでは安心できないぞ。手を取り合って共に戦っていきましょう。無事クリアできましたね。想像以上に苦戦してやばかったけどね。何はともあれこれで二人目の育成完了だ。それじゃ最後の能力上げをしていきますか。さすがにボーナスは少ないですね。強い機体だったからね。今回45ポイントしかもらえなかったけど防御は上がりきりそうだな。最後もしっかりポイント欲しかったですね。まあ仕方ないよ。残りは機動力にでも入れてと。これで育成終わり。3つカンストになったキャラは初めてだし、いい感じに育成でしたね。この戦いの後、木星帝国は地球連邦政府に宣戦布告。地球は全面戦争へと突入していく。人々の中にはクロスボーン・ヴァンガードの中に見覚えのある名前を見つける者もいるかもしれない。そして後世に伝えるだろう。キンケドゥ・ナウ、トビア・アロナクス、そしてもう一人の英雄がいたことを。そんなわけで連邦編のクリアです。連邦側はジオンに比べると少し難易度が高く感じて結構面白かったです。能力もそれなりに上げることができましたし、いい感じに育てれたんじゃないでしょうか。もしやってほしいという声が多かったら全能力カンストを目指す企画もやろうかなと思っています。見たい方はぜひコメントに書いてください。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。